宇品橋は、広島県広島市の京橋側に架かる道路橋。1999年全県省都市部門受賞、2000年土木、学会田中賞作品部門受賞。広島市道高野橋宇品線筋の橋であり、広島南道路に接続し、広島港宇品地区から市内中心部への幹線道路となるべく高野橋、宇品線整備が行われた際に架橋した橋で、 2000年3月19日に開通した京橋川再下流に架かる橋。橋の下流には元安川との合流点があり、ここが河川法における京橋川川口となる。元安川と合流後の下流側に広島高速3号線元安川大橋が上流に広島県道243号広島高線と広島電鉄内那線の平洋橋三行橋がある。 なお、港湾法上の区分では、三行橋より、下流の水面は、広島港の区域にあたる。京橋が右岸側道路を進むと、南千田京都詰め交差点にたどり着く。また右岸側は立橋であり、下には、千田月水処理場が広がる。左岸側から、宇品地区内を道沿いに南下すると、広島高速3号線出島で入り口にたどり着く。出島地区から、 吉島地区から、計画段階で京橋川再下流に位置し、ここから南に橋はなかったことから、川から海への玄関口として、また、回路の玄関口である、広島港から市内中心部へと続く、道の玄関口として、イメージ化し、これに周辺環境を配慮し新しいランドマークとなるようデザインされた。メインとなる、主景観は2つのアーチ橋からなり、 左岸宇治長和河川橋の上地式パイプアーチ橋、遠方からでも見える右岸仙田川陸橋の単元下地式ローゼ橋が特徴的な景観構造となっている。単元ローゼ橋はアーチリブが六角形で士官中央に行くほど細くなる変断面になっている一方でパイプアーチ橋は加減材が4本のパイプ材から構成されている。特に多景観多種構えこ パイプアーチとしては国内初の試行例となり、上地式アーチ仮説に最終大型ブロック化による大戦工法が用いられたのもそれまでとは異例のことになった。ありがとうございます。